都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。今夜は少し雰囲気が違うようです。まだまだメラメラと暑い日が続いていますが、はい、皆さんリベンジしたいことってありますか？リベンジ、私陶芸で湯飲みを作るときにいつもなんかちっちゃくなって廃材になっちゃうんですよ。それをちょっとリベンジしたいな。ちゃんとした湯飲み。和やかだなもうちょっと強烈なのないの？なんかなんでしょう、ジュンさんあります？いや俺はリベンジしたいこといっぱいあるよ。いやいや、ちょっとストップ。リベンジといえばジュン君にね、見てほしい動画あるんだった。お、動画なんですか？こちらです。その日は突然訪れた。まずジュン君が、はい、ドグラさんに挑戦すると。え、ちょっと待って、勝利。査定完了。カメラ止めろ。カメラ止めるな。まず最初の組み合わせは歌広場純対板橋ダンゲフ。たまるけあれよ。たまたま。あ、これは。あい。あい。伊佐木、やりたそうっすけど伊佐木。やりたそう。なんで。今夜は歌広場にうっかり負けてしまったお二人による。リベンジマッチスペシャル。まあ、今回2先というふうに聞いてて、そんな競技的なレギュレーションでいいのかなっていう。俺はいいよ。ジュンジュンは？歌広場さん、いや高山、オジリーグに写真集売れ行き好調、立て続けに結果が出たわけだけれども、その勢いで俺まで倒せると思ったのか？現実を教えてやるよ。かかってきた。リベンジさせてください。お願いします。はい、はい、ということですね。え、何今のどういうこと？まあ、それに関しては、はい、直接お二人に伺ってみましょうか。選手の入場です。うわうわうわ、え、何、どういうこと？ドグラさん髪切った？切りましたよ。では両者ご着席くださ い, いしまった入り方もテンションも間違えてるえ、ま、待って、これはつまり、まあもうね、趣旨分かったんじゃないですか、今日の企画の趣旨。なんかちょっと感じた、ちょっと感じた今まで、はい、ということで、実はこの番組での対戦で、はい、何人かのプロゲーマーに対してジュン君が勝っているんですけども、はい、中でもリベンジしたいという気持ちが強いお二人にお越しいただいたというわけなんですはい、板橋ザンギエフ選手、そしてドグラ選手、間違いないですね。はい、その実はこの2人ともね、あの1対1、1勝1敗。だからってことか。そうだよね、僕が、ま、あの勝ち続けてるだけじゃなくて、ちゃんとあのしっかりと1対1になっちゃったから、うん、逆に悔しいんだね。なるほど、そっか、白黒をつけようという感じなんですね。対戦しようか、ジュジュン。はい、トークバラエティの部分対戦しようか。ちょっと待って改めてお客様をご紹介。1人目のお客様は投げキャラや重量級キャラを愛用する板橋ザンギエフ選手。読みの鋭さを武器に数々の大会で実績を残す実力者です。もう1人のお客様は関西を拠点に活躍を続けるドグラ選手。プレイヤーとしての実力はもちろん、饒舌なトークと鋭い分析に定評のあるマルチ格闘ゲーマーです。そこで今回はお二人が2試合戦士のリベンジマッチで歌広場に挑みます。果たして結果は？え、これちなみにやらないって選択肢あります？あ、ないね。あ、やらない。わかりました。じゃあよろしくお願いしますやらないってちょっとどういうこと？いやいやいや、なんか このメンバーだとさ、もうトークの部分だけですごい楽しい、うんうんうん、絶対楽しいの確定じゃんまあでも、なんで僕が髪を切ったかわかりますか？いや、わかんないです、教えてください。あの、悔しすぎて宇田広さんに負けたのが悔しすぎて髪を切ったのではなく、熱いから切りました。じゃあいいじゃん、別にちょうどいい、ちょうどいい、これから熱くなるから。そうだな、びっくりした、びっくりした、なんか思いも背負ってたから、ね、いやもう分かりましたよ。じゃあすいません、この3人で対戦お願いします。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 サメ人ということで、リベンジマッチいよいよ始まります。まずは歌広場と板橋ザンギエフ選手の対戦。板橋ザンギエフ選手はリベンジを果たすことができるのか。はい、そうですね、いや直近のオジリーグではね、ジュンジュンすごい良かったんでね、強くなったジュンジュンとここで、まあ、とりあえず再戦できるということ自体がすごい楽しみですね。頑張りたいと思います。
して潤くん、はい、どうです、迎え撃つね立場、 まさかプロゲーマーに挑まれるとは思ってなかったんでだからもうめっちゃ嬉しいのと、うん、あとね今回僕ねちょっと今待ってる間に考えたんですけど、ドグラさん僕の味方した方がいいですよ。ドグラさんからしたら、ドグラさんが僕に勝つ、僕が板澤さんに勝つが一番丸いわけでしょ。これ意味わかってるだからアドバイスお願いしますね、ドグラさん任してください、協力してください、任してください。まあ、やっぱりこの板橋ザンギフとアビゲイルザンギフの2枚看板ではあるんですけども、ケンというキャラクター あのジャンプ強パンチがアビゲイルにとってはかなり嫌なんで、まあ、このザンギフ出してきたんじゃないかと。まずは板ザン、もうなんかだってね、ケンのダイヤシェイの攪拌が中継っていう、なんかもうモチベの高さでちょっと伺いますね。高モチベですね。クラシカムさん EX スクリューファイルドライバー、そしてもうザンギフといえばイチカちゃんにとって、うわー、イチカちゃん、これが到達していた、出た出た、もうこの1ラウンド見てイチカちゃんどう、このザンギフ、いやめちゃめちゃうまい、気持ちいいです本気やん、だってもうめちゃくちゃ勝ちにいってますね、まあ、今日はそういう回なんでね、よろしくお願いします。しっかり歩いてジャックスクリュー、ここまでは盤石ですね、イタザン。そして、ジュン君としてはかなりクッと、もうここは中継だけ、ターゲットから、いやー、5番で止めたの EX スクリュー、イタザンの得意技、その前に歩いてジャックスクリュー、回し切った、まず1試合目、板橋ザンギフ、マジできついぜ、だって、時間使おう、時間、これきついぞ、ちょっと、ちょっと、再戦、再戦いっちゃっていいの、これ、再戦、再戦、うえ、煽られていっちゃった、煽られていっちゃったら、ここまでちょっとやっぱ、その、剣のね、V トリガー、いつのヒートラッシュがあって、発動できてないですね、せっかく3本トリガー、うまく使っていきたいところですが、3本トリガー発動したいっすね、やっぱ、ただやっぱり、板山のこの戦いをこう畳む能力、上から、あっと、アーマル取って、ステップが重なる。よし、飛んだ、痛すぎる、痛すぎる、まずいぞ、スタン間際耐えられるのか、ここ発動、ヒット、ジャンプ強パン、運陣竜巻勝利、これをチャンスにしていきたい、ジャザンにはゲージがここで溜まりました、集まる少数客、ああ、壊しからのイエックスクリア、悔しいな、いや、まだまだ終わってないよ、まだ終わってない悔しがるの早すぎる、時間差を、時間差を、中大戦の木投げている、あ、まあ、後ろ投げ地獄馬、はいはい、投げて入るフィールドは、ウルタフィールドは、いい確認がある、そして、スタン間際、ここはグリバーサルで切り返していくのが板橋さんゲーム、加藤、ここまでこの大パンに楽しめられてるんで、うわー、さあ、この後耐えられるか、バックステップ、おわー、シャガチュー、いいスマッシュ、あっ、先、勝利、さあ、読み合う、有利から後ろに下がるが長い、抜けている、ダッキョーパンチ、サイクロンラリアットからのボルシチダイヤマイト、クレラがついてくる、どうする、波動拳、ダイヤシ、どういうこと、嘘、嘘でしょ、命がでも、いや地獄好き、板橋ザンギフ圧勝、いや、あの始まる前のジュンジュンのコメントを受けて、うんうん、まあ、こうなるだろうなと思いましたありがとうございました、ありがとうございました大パンクラカンを食らいすぎましたね、で投げも食らいすぎてるし、全部に読み負けたって感じですね、うん、いや負けました、ありがとうございます。続いて歌広場とドグラ選手の対戦、ドグラ選手もリベンジを果たすことができるのか、時は来た、それでだ、苦しい時ってどういう風に乗り越えればいいんでしょうね、でもここで勝てたら俺本当にちょっと一個上に行ける気がする、自分と戦って勝ちます、ラウンド1ジャス、ファイト、ちょっとね、ジュン君が先ほどの試合引きずってないかどうかが非常に気がかりなんですけど、ちょっとね、なんかね、メンタルじゃないですよね、制裁を書いてますよね、マインドがマインドがちょっとね、ちらついてる、いろいろここまではどっしりと押し込んでいくドグラ、そして
DX ダブルニックレス非常に強力。投げ前も広い。強しダブル2サーブスとの勢いだぞ。パーフェクト KO。 まずはドグラなんだなんだですね。なんかこうだからちょっとね多分ねあのチャレンジャーの気持ちでできてない可能性がある。あー確かにそうか。結構今までこうジュン君は挑戦していくっていう確かにこの姿勢で勝ってきてるんで、ここはしっかりと上から攻め込んでいきます。しかし投げ切るなどぐらい位置が入れ替わります。こうなると苦しいぞ。発狂パンチからインフェルノブラスト。おお食らせた。食らせ勝利レッパー。どっしりとじっくりとした立ち回りからやはりこの星の協力ですね。冬橋竜巻投げている。これはいいペースか。いいですよ。ただドグラのゲージがあることが気になるところ。いやーカプコンいや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 届いてないだけでしょ。中大投げ抜く存在から最高チャージ。さあジャッジメントが待っているか。 V リバースで返した。しかし V ゲージを使ったことでトリガーは使えなくなりました。ドクラにはこれサイコクラッシャー、アルティメットサイコクラッシャーのループもあった。いやここは前に出る。ゲージをもう一本使って削っていきます。まだ V タイマーが残っている。サイコアクスには V リバーサルガードは間に合っています。上から位置が入れ替わっている。お互いに黄色光った。クラッシャーガードしている。ハイルフィールはじゃあ上からどうだ。5番アクスバックスプッシャー。失敗した。集中できている。今のはいいバックステップでしたね。距離を見てしっかりとバックステップ。しかもその隙をねきっちりとしゃがみ強キックで捉えましたよね。これでいいラウンドになったんじゃないでしょうか。タッチパンチから竜巻上から押し返していくドグラ。タッチパンチからブラスト。いいよソウルレッパー。切り返しがいいように決まっています。そしてこの画面足の攻めは剣非常に強力。ドグラは DX セットプレス踏みつけて投げ追いついてきました。お互いトリガーガールどう使うか。リバントトリガー発動下段から崩した。ドグラのチャンスガードしている。しっかりと反撃残っているぞ。サイコテイル。ダウンを奪ったところにサイコクラッシャーを重ねて逆ガードにしていきました。結構これは分かんないですね。そうですね。チャンスを取り合った。むしろなんなら取れそうだなっていう感じでしたよね、うん。まあ、ドグラもそこらでしたね。2試合目ドグラが1勝。この横押しはベガの非常に強力な動き。投げ上げてます。画面足は継続ガードしている。よしまった2対3まで補正はかかっていますが相当なダメージになっています。竜巻発動投げは抜ける。ダッシュは止める。ドグラが硬い。これドグラがリーチ。強いですねドグラ。しっかりメガをやってます、ね、やっぱりその触られた後の守りの硬さが発揮されております。地上戦でじっくり飛び道具を打っていく。上から攻め込んでいくのは歌広順。しかしダブニーから不利な状況から技を打ちつつゲージを使ってきました。すごいどっしりはドグラリジェクト。あ空中ヒット吹き飛ばされた。これで画面足上からあっと空中ヒット。これはいいぞ。位置を入れ替えてガードが難しい。置き攻めしっかり成功した。さあドグラもスタンチ溜まっておりますが中台しっかりと差し返す形から V トリガーを発動。で投げ技のサイコチャージで相手に呪いを植え付けて、あ、そう投げている。これでサイコジャッジメントの力を出しすることができました。そこだけゲージが満タンだぞ。上から上がっている。昇竜昇竜レッパー。1ゲージで倒し切りました。1ゲージコンボ選択しましたね今のは。状況判断バッチリ。上からあっと空を切った。ガードしている。早い展開でしたが、こういったところでしっかり待てる。 V シフトをまず一つ使ったのはジン君の剣、そしてターゲットからの竜巻。割り込んでいるドグラバックステップ垂直ジャンプ。メガニは非常に有効に機能する。
で毒なゲージ扱い切りましたが、亀梨です。ジュン君としてはちょっとVシフト使ったんで、これで溜まりましたね。トリガーうまく使いたい。波動からシフト、竜巻、ダイヤシー確定している。これで苦しくなった。上空中ヒット投げている。地獄車、あらドグラも V トリガーがあります。位置が入れ替わってしまった。攻め込んでくるドグラ、上から割り込む。歌ヒルバージョン全てのゲージがない。空っぽです。いやーこれね、理想だね。抜けている。ただ苦しい。画面端が必要です。ただドグラはそれは分かっている。非常にじっくり、はい、行きましょう。これ画面かも。やだ、ダイヤシン勝者モグラ。やっぱり歌ひろばさん、いろんな経験を経てすごい上手くなってるなっていうのを対戦から伝わってきました。ありがとうございました。生意気にへこんでるんですよ。ちょっとすいません。俺本当にこのゲーム強くなりたいです。本当にもう人に笑われたくない。頑張ります。心からの声やな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。初級者いつかの格ゲー修行、格ゲーレッスン。それでは、ここからは格ゲーレッスンのコーナーです。今週は川野先生に、来ていただきまして、こういつかちゃんの、ね、プレイ見ていただいてアドバイスいただければなと思います。ではよろしくお願いします。お願いします。ラウンド1、楽しみです。どうなるか。あ、いい飛び。当て身技があるっていうのをまず。確かに知った上で取られてるのと知らないで取られてるのと違いますからね。1セットも安定したコンボで返していきますが、すぐに川野先生の猛攻を受けてしまいます。でも弱い、ちょっと回ってるな。これ生きるんじゃない。ダメ、届いた。ラウンド2ファイト。第2ラウンド開始直後はお互いに牽制し合うも、1セットが先にダメージを与えていきます。しかし川野先生は1セットが大パンチを空振りしてできた隙を見計らい、すかさずコンボを決めてスタン状態まで持ち込みます。そしてそのまま、普通のザンギエフなんだよな。もうあ、ちょっと向こうが有利だったか。ありがとうございました。それでは、どうだったでしょうか今の試合。相手が攻めてる時に自分はどうしたらいいのかわからないみたいな。あ、なるほど。ずっとなんかビビってガードしちゃうみたいな。守りはでも、はい、結構こっちが攻めやすいなって思った理由として、はい、やっぱ V スキル置いてなかったを置くっていうのが、まあ、まずなかったのと、はい、もうちょっとなんか今多分大パンで押し返すっていうのはまあすごい強いんですけど、はいはい、その分なんかちょっと小パンだったりが減っちゃってるのかなっていう、はいはい、竜巻では結構ちゃんと小パン置けてるんですけど、はい、完全に守りのターンになったって時に多分焦っちゃってボタン押せなくなっちゃってるんですよね、はいはい、そこでもやっぱちゃんと勇気出してショーパンだったりボタンを押すっていうのが結構切り返しになるんじゃないのかなって思いました。わかりました。はい、勇気を出してじゃあボタンを押す。そうですね、はい、守りに入った時に勇気を出してボタンを押すっていうのが今大事なんちゃうかなって思いました。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、いえ、こちらこそ。これは各ゲーマーたちのユニットデビューを追うドキュメント、格ゲーマーユニットプロジェクト、かっこかり。初のテストレコーディングを終え、デビューに向け急ピッチで練習を進めるメンバーたちの姿。今の彼らがどこまで通用するのか、その仕上がり具合を確かめるべく、この男がスタジオを訪れていた。じゃあ行きます。この日、ナウマン選手は仕事で欠席。プロデューサートヨタの前で一曲を通して4人でパフォーマンス。始めた頃に比べ今の彼らの姿はどう映るのか。現時点だと、まあ、その0点から50点、とりあえず全部振り付け覚えましたっていうところまで行くのって結構すぐだと思うんですよ。ここから細かくそのダンスで
足の動きだったりどんどんやっていけばやっていくほどもう再現がなくレベルを上げていけるものだと思うんで、こっからはそういうところを上げなきゃいけないところまで来たので、まあ、やっぱりその人に楽しんでもらうためにメンバーにはさらに頑張ってもらいたいなと思ってますね。そしてこの日トヨタが来たもう一つの理由、それはユニット名考えてきたみたいだね、みんな。はいはいはい、そう、ついにユニット名を決める時が来た。メンバー各々が考えてきた案を順番に発表していく。アイドルっていうものがレベルアップしていくっていう意味を込めてワンナップっていうアイドル名を考えてきました。おー、なるほど、めっちゃいい。確かに特に意味はないんですけど、BCA っていう言葉の響きがすごいいいなっていう。アルファベットで BCA。 いやもう僕はもう今のワンナップで自分の愚かな考えが消えちゃったんで、ちょっと1票で。20代の一応核ゲーマーのユニットなんで、ゲームキッズっていう。これね、この4人だとね、少なくともワンナップが一番メンバーの中でもね良さそうだから。およそ半年間その成長を見守ってきた核ゲーマーユニットの名前がついに決定する。ここはちょっと俺が考えたやつ言いかしてもらうわ。はいはい、俺が考えてきたのは、まあ格ゲーね、やってるメンバーってのもあって、なんかちょっと格ゲー用語も取りたいなと思いつつ、まあ今の人数とかそういう雰囲気を合わせてラウンド5っていう、ラウンド5で皆さん応援よろしくお願いします。はい、格ゲーマーユニットラウンド5、さあその先の勇姿を見せてくれ。はい、本日は趣向を変えて新たな試みでお届けしてきましたけれども、はい、閉店のお時間となりました。ハメジュンファミリー的にはちょっと悔しい結果になっちゃったんですけど、うんうん、ザンギエフのかっこいい姿が見れて嬉しかったです。僕ね、今日2人に負けて目が覚めました。僕ね、勘違いしてました。自分のことプロゲーマーかなんかだと思ってたんですね。違う、僕ね、バンドマンでした。バンドマンにリベンジしようとしてんじゃねえよ。また来てください。ありがとうございます。対戦マシマシ会というところで、はい、対戦を充実できたという感覚があります。また遊びに行きたいと思います。ありがとうございます。本当、歌広場さんのストリートファイターかなり長いこと見てるんですけど、今回はいつにも増して悔しそうやったんで、歌広場さん自身も上手くなってきてるし、本当に勝ちたかったんだなっていう、もうすごい伝わり方がエモいなと思いました。僕はありがとうございました。じゃあまた来て。あ、じゃあまた来て、すぐ来て、来ます来ます。もう僕らなんかリベンジ完了して、なんかほんわーってなってます。ということで今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様は板橋残玄選手、そして土倉選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週は格ゲー喫茶ハメジュン100回記念スペシャル、ゴーイチ選手、時田選手、のび選手による座談会を開催。お楽しみに。